こんばんは。昨日のですね、生放送で、息子、再びね、息子、爆誕しました。例によってですね、まあ私の企画ですから、例によってルーレットで全てのまあ容姿だったりとか、ポジションであったりとか、まあ能力なんかもこう決まっていったんですけれども、そちらの様子をね、今からダイジェストで流します。昨日のアーカイブ見てくれた方は、そちらすっ飛ばしていただいて大丈夫です。見てない方は今から流れるダイジェストを見れば、一体どういう経緯でどういう形で、やつが生まれたのかっていうことが確認できますので、ぜひ見てみてください。私の息子がですね、日本のプロ野球に挑戦すると、そういう状況です。はい、日本野球界の頂点、有望な選手たちが集い競い合い、その中から真のトップに立てるのは一握り。そのプロ野球の世界に身を投じてスターの座を目指す、その挑戦を体感できるのがこのスタープレイヤーモードだ。素晴らしいモードがあるじゃないですか。新しく選手を作成する、これを今日生配信で作っていきます。でどこにするかです。チーム、これも重要。俺ほんとヤクルトがやっぱ一番好きなんですよ。まあ、好きって言ったら怒られるかもしれない、野球ファンの方々にきっと怒られるかもしれない。私が一番好きな選手はドバシ選手です。ドバシなので、これももちろん私の配信ですから、ルーレットでルーレットで決めます。だから、1,2,3,4,5,6 左上からね。で巨人が7、タイガースが8、9、10、11、12なんで、まあ、1から12まで数字を振っていくよと。はい、私が一番好きなのはヤクルトですが、パリーグだな、パリーグだな。4、1,2,3、楽天これ高卒大卒社会人、これもルーレットで決めます。オリギは弟じゃなくねって言うな。オリギの弟、1、あ、高卒高卒高卒、いいよ。名前、まあ名字は井上で決まりなんですけど、私の息子なんでね。名前です。皆さんぜひコメント欄に私の息子にふさわしいですね、コメントをよろしくお願いします。それを20個ですね、私が、右のこのここに反映させてですね、追加していきますんで、皆さんよろしくお願いします。ランダムで選んでいきます。トマホーク、ちょっとさ日本人なのよ。ガードマン、カードマン、カードマンってどういうこと。嫁ニラさんにもちゃんと気に入ってもらえるような名前にしてくださいよ。それは彦星オリギの兄弟だから彦星ってことね。ちょっと日本人っぽい名前頼むよ、日本人っぽい。井上ボンダ、井上カピラジュン、何なのカピラジュンって。だスカイピースとかは怒られるから井上三振くんか、ありだな。三振のでも字を変えたいな、それはね。井上球審審判になれ、球審は井上塁審これでいきますよ、皆さんいいですね、いきます。頼む、せめて漢字の名前がいい。なんでだよ絶対もう出落ちじゃんかよこんな名前じゃせめてさ、せめてみんなちょっと譲歩してほしい。ベンチはカタカナでいいけど、ちょっとミドルネームっぽく、ミドルネーム、ウォーマーの当て字を考えてくれ。ウォーマーの当て字を。ウォーマー。いやいや、ウォーマーああ、なんか、ぬくいとか熱いとか来るかなと思ったけど、ウォーマーああ、ウォーマーってあんのかな ?MER。オッケー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 。で、音声、これウォーマーある?ちゃんと。ウィーラーしかない?ウォーランド、ウォール、ウォーカー。え、ウィーラーよりウォールの方がいいんじゃない?まだ。どうも?オッケーオッケー。ウォーカーが多いっぽい。ウォスミでもいい。
誰だ、魚住でいいっつったの。じゃあ魚住だわ、もうこうなったら。じゃあゼロからも始めるか。ゼロから始まればいないでしょ。ゼロ一とかなら。ゼロ一。ゼロワンね。ゼロワンの魚住どう。ゼロワンの魚住。これ重要です、非常に。左投げだと内野どうのこうのみたいな話になるんで、右投げの方がいいよね、一応野球は。なんで左投げ両打ちで、ここ重要です、マジで。いや俺本当は抑えでやりたいんですよ、抑えで。ダメですここでちゃんともう一回俺がぶち当てればいいだけだから、抑えを。いやそもそもベンチなんだけど名前はね。センター顔です、ここ重要です、顔隠します。こっからも顔は一切見えない状況で作っていきます。じゃあ10の位からいこう、10の位から。よく訓練されてんなニラーは。あ、180センチ台じゃないこれ。え、でも魚住なんだけどな、2メーターじゃないの。38 187、いいんじゃない。まあ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 、まあ、私たちが共に作り上げた1時間ぐらいかけてやった魚住3 2 1、ドン。ちょっと分かりづらいけど顔顔、ああ、高卒ではない。ちょっとイケオジなのよ。ちょっとあのランクル乗ってなんかあのサーフボード乗せてる感じのおっさんだ。確か正面からはサマーズの大竹さんに見えなくはない。はい、コーナータイプの選手でスタートしたいといった選手を指定できるのがアピールポイントです。セットしたアピールポイントは初期能力に影響します。アピールポイントをセットしないことも可能ですが、できるだけセットするのがおすすめです。じゃあ上から 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20で振りますね、ルーレットを。一つ目は9ってどれだ。バネのある体。本当か、魚だけに跳ねるじゃないのよ。17、無類の勝負強さか。そうだよね、ここで10 15 10、無類の勝負強さ。チャンスの場面に力を発揮す、いいね。これで開始、皆さん作り終えました。こういう能力です。え、どうですかこれ能力。ちょ、プロスピプロの方、彼の能力高いのか低いのか教えてください。走力 E、 呼吸 F、 スローイング F、 ミート GG、 パワー F、 低弾道。チャンス B、チャンス B はでもいいんじゃない。ただのおっさん。ちょっと運がいい、ただのおっさんが出来上がりました。これで最後にコムの強さを決めると。いや俺でもプロスピやったことないからな、コムの強さで途中で変えらんないの一応な。ただ弱いとかになっても面白くないは面白くないんだよな、弱いとかになっても弱い。うん、おーい、それはダメだろう。3 4 5 6 7、あーで、このね、井上ベンチウオマくんをスタープレイヤーで輝かしていきたい。いや、ベンチウオマくんか、よく来たね。入団会見で同席したのを覚えているかな。はい、
ちょっとそうでしたか。はい、そう、私がこの球団で編成を任されているんだ。我がチームへの入団となったのも何かの縁だな。私も君のこれからの活躍を期待しているよ。ありがとうございます、重役さん。重役さんの顔はちょっとどういう、ちょっとわかりませんが、ありがたい言葉です。もちろんその素質は分かっているつもりだが、自分の能力を周囲から認めてもらうには実際に試合で結果を残すことが重要だぞ。はい、結果を出せば給料だってついてくるからな。結果よね、やっぱ結局プロスポーツ選手っていうのは結果が命なんですが、なんとルーレットによってですね、今回スピリッツ、要はゲームレベルがスピリッツになってしまってます。私プロスピはやったことないです、ほぼ。まあ、スマホはねちょこちょこやったりしてるんですけど、激空間プロ野球というゲームが昔ありました。それは世代だったんでやってました。そのちょい後なんですよ、プロ野球スピリッツが出たのが。だから20歳ぐらいの頃にバイトしていた焼肉屋さんのね、後輩ね、バイト終わりに後輩の家に遊びに行って、そこで2人で協力モードでオンラインをやったりとか、それぐらいのレベルです。大丈夫でしょうか。その年俸だが初年度は1500万なんだ。初年度結構もらってません？ これはどのプロもそうなの？野球僕あまり詳しくないんですけど、こっから増減は君の活躍次第ということだ。まあここで長話をしていても仕方あるまい。まずは春季キャンプで体を作って開幕一軍、そしてスターへの道を駆け上がってくれ。お、出てきた出てきた。どうだった？いやいや、ベンチ、ウォーマー選手、町田さん重役との面談お疲れさんだったね。何回やってもあれは緊張するからな。あれ、俺を知らない？そうなの？ショックだな。俺はこの球団で働いてる町田雄一郎、ちゃんと覚えといてくれなきゃね。それじゃあキャンプも近いことだし、しっかりと体整えて準備してきてくれよな。こういうリストに加わった。あのね、スタープレイヤー私全くやったことがないので、ぜひ皆さんですね、アドバイスよろしくお願いします。期待のルーキーとして春季キャンプに参加したベンチウォーマー、キャンプ中は首脳陣から課せられたフィジカル、特別打撃、特別守備のメニューを中心として練習に汗を流した。練習は試合がある日に自動で行われます。練習が実行されると経験値と疲労がたまります。経験値が一定値に達すると能力が成長します。どういった練習を行うかは練習設定で設定します。設定するのは練習メニューと練習強度の2つ。練習メニューではどの能力の経験値を上げるかを決める。成長させたい能力に応じて設定しましょう。練習強度は得られる経験値の量と疲労の溜まり方に影響します。練習設定は随時変更することができます。必要に応じて調節しましょう。ウォーマくん、その顔もう本当に高卒で、何を上げた方がいいとかってやっぱあるんですかね。例えばほら、栄冠9だったら、とりあえず僕は打者の場合はあれを上げるんですよ。なんだっけ、あの弾道を上げたりするんですけど、やっぱミート上げた方がいいのかな。でも特別守備、特別打撃ってあるぐらいだから、とりあえず普通に練習しながらこれでやろうか。ちょっとアドバイスをね、皆様から受け取りながら、でこうするとこういう風に上がるよっていうところか。厳しいプロ野球のキャンプで汗を流すのがチームメイトとも打ち解けていった。入江さん、チーム内でも良きライバル、早川さん、高田さん、藤井さん、内さん、そしていよいよ迎えたオープン戦、開幕1軍を目指して実力を披露するべきだ。オープン戦始まった？え、来た？もう？いよいよオープン戦が始まった。非公式試合ながらシーズン開幕を見据えたアピールの場となる。ベンチウォーマーが石井監督から提示されたオープン戦出場は3試合。和久さん、私はね、もう小学校の頃にあなたをずっと見ていた。ヤクルトの試合で、うちの親父がヤクルト大好きだったから、あの大体夜はもう野球がついてたんですよ、テレビで。だから私が一番好きな選手はヤクルトスワローズの土橋さんです。ちょっと石井和久さんではないんですけど、本当に申し訳ございません。この期間中の成績は6安打以上ならば開幕1軍の座を射止めることができる。1軍級が揃う相手だが力を発揮したい。スターレベル、球界情報、カレンダー、システム、ちょっとカレンダー一回見せて。まだ分かんないんだ。まだこれもないもんね、何もね。プライベートでもできる。試合行けってことかも、いきなり。井上は？あ、いた！ベンチウォーマー8番センター。おすすめの設定とかあったら、ぜひ、教えてください。
なんかいろいろ皆さんの力を借りてやっていきたいです。試合開始、試合をプレイ。結構いるよお客さん。結構来てます。いや、石井勝久さんのお目がねにかなう活躍。6安打したでしょ。ってことは1試合2安打ずつしなきゃいけないってことだよね。まあ、長野さん、元巨人の長野さん。あ、なるほどね。守備はお任せ。めちゃくちゃ負けた。第1打席、大道さん、ベンチウォーマー。まあ、強振でいきましょう。強振で追いつくということができるんでしょうか。俺が素直のプロスピで鍛えた。俺これこれだろ。何が起きてる。なぜ打てた俺は今。ほんで初球かな。チャンスだよ魚住。しっかりと繋いでチャンスの場面を迎えています。さあイーグルス点差を。いやちょっと遅い、ちょっと遅い。オッケー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 。大丈夫大丈夫。いけるかしです。次が2球目。いやーボールです。強振でいく。もうここはこれはボール。オッケー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 。これは分かってる。もう俺モニターに書こっかな。ストライクゾーンマジックで。それぐらい本気今俺は。ボール。オッケーオッケーオッケー。いいよ。ボールになります。いいよ。低め。見えてるよ。ツースリー。ゾーン入れてくるか。これはストライクゾーン。絶対当てる。バットに当てろ。打ちました。オッケーオッケーオッケー。まあまあファール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 。ちょっと遅かったな。同点のランナーが一塁です。バッターボックスには魚住。ここはバントでいいと思いますね。バントはしないよ俺。やめてね、実況解説でこっちの心揺さぶってくんの。ストレート。うわちょっとこれさ、俺さ戻んないやつの方がいいな。ちょっと一回デジタルでやってみていい。あ、こういうことね。そうだよね。これの方がね、俺やりやすい気がする。今のところだけは。でも、上手い人でこのやり方でやってる人なんかいないんじゃないの。ファウルになります。ちょっとやっぱやりにくい。やりにくかったです。これ、強振解いた方がいいかな。ツーストライク取られたら。どう思います皆さん。オッケー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 。ちょ、このプロコン壊れてない？大丈夫か？俺のこの微妙な反応にちゃんと来てる？反応してる？頼むよプロコン。さあ5球目は何か。よっしゃー負けた。でも2安打したでしょ一応。いや、あのチャンスの第2打席なーできてればなー。6安打以上に対してここまで成績は2安打。オッケーオッケー。まあいいんじゃない。悪くない状況来てるよ。これは疲労が溜まった。 1% うん。ベンチ、あ、町田さん噂は聞いてるよ。オープン戦出場クリア。スターレベルのポイントを10獲得。大したもんだよー。すごい。カモンベイビーアメリカですか。頑張ります。スターレベルとは主人公がどれほどのスター選手かを表したものです。スターレベルには4つのカテゴリーがあり、カテゴリーごとに項目と条件が設定されている。各項目を達成してポイントを獲得することでスターレベルが上がっていくと。スターレベルをどんどん上げて真のスタープレイヤーを目指しましょう。スターレベル画面が開放された。前情報、あ、これか。オープン戦出場。あ、なるほどね。ポイント貯めてレベルを上げていくってだけ。レベルが上がるとどうなるの。例えばそれこそ今日やってるあのあれに選ばれるとか。オールスターに、まあ、トレーニングはちょっと分かんないんで、みんなのアドバイスを聞いてから変えたいと思いますんで、試合今日オープン戦終わらせよう。はい、6安打以上に対して現在2安打。いけるよこれ。前回まずまずの動きを見せたベンチウォーマー。
今日の試合でも自分の強みを押し出してさらにアピールつなげたい。よし、やってこうやってこうやってこう。6番に、あ、違う、それディクソンさんだった。ディクソンさんは俺結構使ってます。スマホのプロスピで、ディクソンさんのすごい落ちるカーブみたいなやつめちゃくちゃ使いやすいんで使ってますっていう、いらない情報です。巨人か、負けらんないよね、ヤクルト好きとしては。しかもこっちは専修大学卒業、水道橋何度も行ってます。大学時代何度もとかのレベルじゃない。第1打席ランナーなし、ワンアウト。8番バッター、左バッティングで行くみたいです。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これはボールよ、さすがにボール。それはそれぐらいわかる俺でも。2球目は何で来るか。早いよ、球見ろって。今ストレートだったじゃん。3球目は何で来るか。外は入ってんのか。ワンボールツーストライクです。もうマジ下敷き買ってきて、ストライク、透明の下敷き買ってきて、ストライクゾーンにマジックで書こう。マジで、いやー、まあまあまあ、カットカット、ナイスカット、ナイスカット、ナイスカット。いやー、下手くそすぎだろ、下手くそすぎだろ。で俺今気づいたんだけど、これ A は流し打ちなんだね。まあ、B が打つんだ。理想的な試合展開じゃないですか、ね、そうだったの。そうですよね、勝ちにつながるような試合展開となっています。いいストレートですね。外のストレート、空振り、力のあるボールでした。147キロ、アウト。いや、タイミングを、いや、ボールだったな。これボール、アウトコース外れます。入ってるぞ。インコース詰まりました。いやー、チャンス。打席には8番バッター。ここ打っておきたいぞ。チャンスとしてはこれだけ点差があるんで、気持ち的に楽にピッチング、ね、打てたな。なるほど、そうですね。振ってくれませんでしたよね。はい、高めストレート外れてボール、打ちました。いやー、早い。よっしゃ、これは、うわ、まるーまるー。悲しくて、悲しくて、マジかよ。むちゃくちゃ負けてるし、この終盤でこれだけの点差があるんで、焦らずピッチングできますからね。なるほど、そうですね、うん、まあ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 、打っても良かったけど見逃しちゃうよね。俺ぐらいな、あー、いいまっすぐですね。はい、アウトコース空振りストライク、163キロ。てか球速いな、ビエイラ。よし、これはヒット、これはヒットで、帰ってこれない、帰ってこれないか。まあ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 、悪くはない。ランナー返したいかった、うわ、回ってこなかった、もう一打席。4打数1安打、あと3安打しなきゃいけないんでしょ、次の試合で。はい、一軍のメンバー固まりつつあるようだ。6安打以上に対し現在の通算成績は3安打で、しかもさ、これオープン戦だから多分さ、簡単だと思うんですよ。俺でこんな、だって3本もヒット打てるとおかしいもん。絶対もこれまだ本気出してないって、コンピューター。8番魚住、栗、まずは先頭バッターを打ち取っています。栗さんか、マウンド上のピッチャーは栗、そしてキャッチャーは相澤。オッケーオッケー、見逃していい、見逃していい、それは見逃していいよ。攻略していくか。まあストレート狙いでよかったけどね、走れ、真面目。2アウトになりました。小泉、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ストレート狙いね、ストレート狙いでいい。点に動きはありません。これストレートだ、あー、ボールだ。迎えています。球の回転見て、ちゃんと球の回転を。ストレート、弱い、打球がゲロ。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。ストレート、弱い、打球が全部。満塁のチャンス、
3点差で勝っている状況、ここは追加点を上げてちょっと監督のご機嫌取ろうよ。チャンスには強いっていう話だから、まあ、そして次は警戒すべきバッターが相手ですから。いやストレートだったな。チームをすることですね。そうですね。さあ気をつけていきたい。魚住打席に入っています。これはいい、これはいい。これは外れた。インコース空振りです。くそ、ツーシームか。ストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。これはボール。あっと取れない。サードランナーは走って、走んなくていいの。俺はホームイン。ボールを拾って、走れないか。野球のルール覚えろまず。大きく外れてボールになります。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。あれ、フォアボール。外れてフォアボール。これでツーアウト満塁。敬遠か。まあ、勝ったけどね試合には。いや3安打か。2軍スタート奈良原コーチ、特別に巡回しベンチオーバーの指導に当たること、奈良原コーチよろしくお願いします。まあ2軍、まあそうだよな、開幕1軍なんてのは無理でしょう。それは今後の試合についての進行方法を設定しましょう。まずは出塁時ランナーとしてプレーする頻度を選んでください。盗塁機会だけでいいか。守備時お任せでいいよ。まあいつでも変えられるってことね。ん、ベンチオーマ選手こっちに目線もらえるかな。え、誰。斉藤貴博さん、充実した目をしていたものだからつい。おっと、そうそう、自己紹介しとかなくちゃ。僕スポーツ記者の斉藤貴博って言います。今年からこのチームの担当になったんだ。先日オープン戦を見せてもらったんだけど、プレイの中にキラリと光るものを感じたね。本当ですか。そうですか。自分でそう、ちょくちょく取材させてもらうことになると思う。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。斉藤さんと知り合いました。シーズン開幕を控えた貴重な休日、チームメイトやここまで知り合った人と交流を深めて心身をリフレッシュできるかもしれない。シーズンに入ると週に一度自由行動日があります。自由行動日には出会った人や選手と交流が可能です。プライベートコマンドの中にある人物交友画面、あるいは選手交友画面を確認してみましょう。え、どっちがいいかな。選手交友にすると一緒に練習できたりするの、パワープロみたいに。はい、好位置が上昇する。はい、交友値の上昇にはお互いの欲しさが影響します。なるほど。自分の星が上回っていれば上昇量が多くなり、自分の星が下回っていれば上昇量が少なくなる。相手を練習に誘えることがある。やっぱりそうだ、練習誘えるんだ。練習に誘うと相手を成長させることができる。練習での相手の成長にもお互いの星さが影響する。自分の星が上回っていればより成長し、自分の星が下回っていればあまり成長しない。選手行為を遊びに誘うでは、相手の趣味に合わせることで好位置が大きく上昇する。好位置が上昇して最大値に達すると次に上げる効果を発揮します。選手交友者に新しい選手が追加される。はい、相手選手が新しい特殊能力を習得する。あー、なるほど。じゃ、仲間を成長させるためには仲間と交友した方がいいっていう話。え、相手選手が所持している特殊能力や吸収をラーニング能力として登録することができる。また代わりに練習経験値を獲得することもできます。なるほど。じゃあ自分も強化されるんじゃん。それよりもこっち、人物交友、これまでに出会った人物の自分に対する好感度を交友ランクと星マーク数で表現しています。また週に一度の自由行動日になると、この画面で選んだ人物と連絡を取ることで交友を深めていくことが可能です。人物によっては交友ランクごとに応じて特別なスキルを授けてくれることがあります。マジで。獲得可能スキル、社交性。あ、町田さんと交友するとファンサービス。石井監督は起用ランクが上がりやすくなる。なるほど。ちょっと難しいところだな。でもやっぱファンサービスは大切にしたいなっていう気持ちはあるんで、奈良原さんとか石井監督とかと交友をして、上昇どうのこうの、一軍に昇格どうのこうのよりも、ファンを大切にする男、町屋さんについていきます。ベンチ、陽馬選手じゃないの。
オフの日に球団事務所に来ちゃうなんて球団愛がとんでもないことになってるね。あ、それとも俺との親睦を深めちゃう感じってわけでもないか。まあそんなことはどうでもいいか。せっかく来てくれたんだからさ、球団経営のリアルなとこ、毎試合の観客数とか売店の売り上げとかのその辺の向上作戦会議も参考に見てって。球団事務所の見学を通して気分転換をすることができた。はい。あ、そうだ、ちょっと待った、ちょっと待った、お兄さん、オフに足を運んでくれ。ちょうどいい。外に熱心なファンが出待ちしているんだよね。そう、お察しの通り今から緊急サイン会をやっちゃおうってこと。さあさあ、そのままでいいから、いいから、早いとここっち来てちょうだいよ。何事もファンのため、ファンのため。なるほど、こうやってベンチウォーマが、まあ、サインをすると。欲しい人いるんかな、ウォーマのサイン。オフの日に申し訳なかったけど、おかげでファンはみんな喜んでたよ。プロ野球ってやっぱりお客さんあっての興行なわけでさ、ファン一人一人を大事にするのって後々きっと自分に返ってくると思うんだよね。そう、素晴らしいこと言ってくれてますよ。町田さんはよろしくお願いします。このサイン会を契機にベンチ上に注目するファンが増えた。ファンサービスゲットした。はい、給与明細。ああ、なるほどね。毎月25日にお給料もらえるよと。お金の使い道は決めてないです。おすすめの店教えてくれる。アイテムショップ使えるようになった。給料125万振り込まれた。はい、人物行為を1回実行クリア。はい、スターレベル80。ありがとうございます。シーズン開幕当日を迎えるも、オープン戦で首脳陣の心をつかめなかったベンチウォーマー。開幕2軍スタートとなったが、彼の巻き返しはここから始まる。一刻も早い1軍昇格行きチケットを手に入れたい。シーズン始まったのか。いや、1軍スタートもちょっと夢見たけどな。そんなことにはなりません。アイテムショップ、家具。なんか家とかも買えんのか。G-SHOCK？ あ、これ道具も買えるんだ、練習用の。これをまず買った方がいいんじゃないの、やっぱ能力上げるためにはね。え、ちょ、皆さんのアドバイスが大変必要です。今日はちょっとここまでにしますけれども、ぜひ次回までにあのコメント欄ちゃんと見てね、お勉強させていただきます。でもむちゃくちゃ楽しいスタープレイヤー、ぜひやっていくんで、これからもね、アドバイスご視聴よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さよなら。嫁にらさん、ちょっと新しい息子見てあげてください。お願い、見てあげて。息子産んだの。どう、何どう、息子、何これ。新しい息子息子っていうか、何、監督ばりの顔してるけど。え、どう。あ、でもまあまあの敵じゃない。